はい。これが、天狗の腰掛け杉です。すごい、あそこですかね。あの辺に天狗さんが座ってるんでしょうね。ああ、すごいな。樹齢が350年。350年でこんな大きくなんだね。すごいですね。どうです、監督？いやー、もう、すごいよ。そうですか、まあまあ。はい、いやー、素晴らしい。はい。じゃあ以上でーす。一枚な。いや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 。いや、どうでした？ね。ハリウッドスターと行くおもてなしの旅、御嶽山、よかったでしょ？いや、本当に癒されました。綺麗な滝、いろいろございましたね。大変でしたけど、ハリウッドスターの方々、皆さん喜んで帰りました。そしてね、今回の御嶽山で学んだこと、じゃあ最後にまとめましょう。まずそうですね、これね、クエンティン・タランティーノさんからいただいたレモンです。はい、これをクエンティン・タランティーノさんはガリリと噛みました。クエンティン・タランティーノは、クエン酸が足らねえんじゃねえの？クエンティン・タランティーノは、クエン酸が足らねえんじゃねえの？そしてですね、レディーガガさん、レディーガガさん、位置についてレディーガガ、位置についてレディーガガ、そしてマイケル・ジャンクソンさん、マイケル・ジャンクソンさん、銃を出して飛行機をハイジャクソン、マイケル・ジャンクソン、飛行機をハイジャクソン。はい、ということで今回のまとめ、皆さん明日からお使いください。佐藤スペクターのダジャレ講座でした。またね。